皆さんこんにちは、浜松ウィンドオーケストラです。ここからは私たち浜松ウィンドオーケストラの演奏でお楽しみください。1曲目はディズニーファンテリュージョンをお送りしました。東京ディズニーランドの夜を飾るパレード、ディズニーファンテリュージョン16曲がメドレーになっていましたが、ハイホーや美女と野獣、ホールニューワールドなど皆さん聞いたことがある曲も多かったのではないでしょうか。続いてお送りしますのは伊藤博夢作曲、フロンティアスピリットです。この曲は今年度の吹奏楽コンクール課題曲の中の1曲です。フロンティアスピリットという題名は、失敗を恐れずに前進する人をたたえたいという意味が込められています。それではお聴きください。
ピリットをお送りしました。ここで少し私たち浜松ウィンドオーケストラの紹介をさせてください。私たち浜松ウィンドオーケストラは20代から50代まで幅広い年齢層で構成されています。年1回の自主開催の演奏会をはじめ、他団体との合同コンサートやアンサンブルコンテスト、吹奏楽コンクールのフェスティバル部門や地域のコンサートに参加するなどの活動をしています。練習は日曜日の午前中に浜松市内の共同センターなどで行っていますので、私たちと一緒に活動したいなという方いらっしゃいましたら、ぜひホームページからお問い合わせください。続いてお送りしますのは石川和弘、内藤真也作曲、ムーブオンです。こちらは報道ステーションのスポーツコーナーのために作られたオリジナルナンバーです。タイトルのムーブオンには先に進む、動き続けるという意味がありますが、野球用語では進塁するという意味があり、さらに試練などを乗り越えていくという意味でも使われることもあるそうです。アグレッシブで軽快な曲調がスポーツコーナーにぴったりの熱いナンバーとなっていますので、お楽しみください。Thank you.
お送りしました。さて次の曲が本日最後の曲になります。最後にお送りしますのは夜遊びメドレーです。コンポーザーの綾瀬、ボーカルのいくらからなる小説を音楽にするユニット夜遊び、2019年11月に公開したデビュー曲夜にかけるは公開直後から瞬く間に注目を集め、国内各種配信チャートも1位を席巻、複数各国のバイラルチャートにもランクインし、2020年の年間ビルボードジャパン総合ソングチャートとストリーミングソングチャートでは1位を獲得。現在ストリーミング累計再生回数は史上初となる10億回を突破。今回は数あるヒット曲の中からアンコール、ハルジオン、群青、あの夢をなぞって、怪物、夜にかけるの6曲をメドレーでお送りします。本日は私たち浜松ウィンドオーケストラの演奏にお付き合いくださいましてありがとうございました。
ちまして本日のクローズアップコンサートを終了させていただきます。最後までご鑑賞いただきましてありがとうございました。